っこい完全に今パジャマのボタンめっちゃかけ違えてるよ、ダッサーと思って。ごめん、そのダッサーから始まんないでほしいですよね、すいませんということで、あすごい、みんなが肉って言ってくれてる、ありがとう。今日のお供ジュース、ぶどうジュース、ちょっと冷えてないんで氷2個入れて、こんばんは。なんか雰囲気違う、今日いいって、嬉しい、ありがとう。前髪切って髪の毛の色ちょい暗めにしていただきました。今日美容室に、そうずっと行きたい行きたいって言ってたでしょ、行ってきたの。だからお昼さ、あの私のドボンなんかしょっちゅうバイバイになったりこんにちはになったりしてるなって多分思ったと思うんですけど、あの髪をね塗っていただいたりとか、塗ってカラー剤を塗っていただいたりとかしてる間はドボンできてたけど、髪の毛そのカラー剤を落とす時で髪洗うじゃないですか、とかあと前髪をね切っていただく時とかにちょっとバイバイにしてたので、そうなんかしょっちゅうこいつバイバイになったりこんにちはになったり忙しいそうみたいな思ってたと思うんですけど、あの美容院に行ってたっていうあれです。なんか本当は普通にもう12月が始まったりとかしてから行こうかなと思ったんですけど、12月始まってもみんなに次会えるのがいつか分かんないし、そうって思って、なんかだったら今明日お話か、明日握手会、明後日握手会、20日が波動で21が僕隊で、22日も1個撮影お仕事あって、23日も日が南があるっていう状況の時に、なんかなんていうの、美女爆発させた方がいいかなと思って、そうちょっと今のタイミングになっちゃったんだけど行ってきました。本当はドボンが終わってから行こうかなと思ったんだけど、12月みんなとどれくらいあるか分かんないかったから、なんかせっかく可愛くしたっていうか、まあ何、髪の毛の色とか前髪とか切ったりとか、そう美女を変えたのにみんなに会えなかったら意味ないじゃんみたいなって思って。それでちょっと今のタイミングで行ってきました。ワインですか、小祝い純粋ぶどうです、純粋ぶどうです。ちょっと冷えてなかったんで氷を入れるためにコップに入れてます。明日握手会で僕体も覚えなきゃいけないのに、さあ今私がここでワイン飲んでたらどういう神経ってなるでしょ本当に今日美容室行って美容室の人にハルピョンの良さを永遠と語りまん伝えまくってた、嬉しい、いっぱい伝えてそんな永遠と語るほどある、あったら嬉しいけど、こんにちは。iPad 充電やばいわ。
ちょっと待ってて。ちょっとみんなが肉肉って言ってくれるから早めにやっちゃおう。これはショールームとかでみんなが頑張っていろいろあのなんていうのポイント達成とかしてくれたやつがいっぱいここに溜まってるんですけど、そう、例えば31とかはもうこれはねあれがないの、期限がないの。そうだからいっぱいあるそう期限がないから、まあ、これはいいやって思ってたんだけど、このねお肉のねカタログギフトをね今日中にやらないとやばいんですよ。メール送らなきゃいけないんだ。これをやらないとみんながせっかくポイントを貯めてくれたのに台無しになっちゃう。そうとかこれなんだ、あこれはなんかさ旅行みたいなあったじゃん、なんか旅行みたいな、何忘れたけどなんだっけ、なんかチケットプレゼントみたいなやつのその旅行券だったりとか、あとハーゲンダッツ、なんかアイスめっちゃある、嬉しい、アイスめっちゃアイスめっちゃある、とりあえずあと ただとりあえずギフト券みたいな JCB 券もいっぱいあるそうだからみんなのあれだから、みんなのあれだからっていうかみんなのおかげでゲットしたやつがいっぱいあるんですけど、そのうちのこのお肉のやつが今日までだったので、これをどうしてもなんか前回っていうかなんか一個海鮮をやれるやつもあるんですけど、それももう本当に賞味期限ギリギリに賞味期限じゃないや応募期限ギリギリに応募したの。そう私ギリギリにならないとやらないタイプの人間なんだけど、あれ携帯どっか行った、あったそう、それを今これをやります。肉私はいつもすき焼きを頼んじゃう。ホルモンも美味しそう。でもすき焼き。すき焼きにします。
メールを送ります。すき焼きセットってかすき焼きの肉が届く。え、どうしようかな。霜降り系とちょっと、あ、ドボンされてる。迷う。赤身系霜降り、霜降り、赤身、赤身。肩、ももバラで 400g か、肩ロース、ももバラで 300g か。家族3人でもいつもお肉余っちゃうんですよね、なんか多すぎてなんかいい肉を食べることがないんで、こういう機会じゃないと。そうだから、なんか多すぎると余っちゃうの、お肉もったいない。桃入り、桃はどっちも入ってる桃はどっちも入ってるんだよね。300でいっか。小食っていうか、いい肉すぎて、その普段食べてる肉と違いすぎて、こうあれなんですよ。え、霜降りって何？脂身？そういうこと？だったら赤身の方がいいな、うち。あ、別に1回で全部すき焼きやろうと思わなくていいのか。え、迷う。その商品番号だけ開けとこう。え、何、お客様 ID ってどれ。あ、これか。丸一、お客様 ID。 これ読み上げたらみんなに取られるやつだよね。そう、これを今日中にやんないといけない。待ってる？いや、すき焼きを作るのはパパなんで、でもとりあえず連絡したんだけど既読もつかないので、とりあえずそこ以外書きます。丸二、商品番号。丸三、郵便番号。郵便番号の方が読み上げたらやばい丸4、ご住所。ご住所もやばい、読み上げたら。富山県、あ、やばい、もうこっからはやばい
住所、お名前、お名前、お名前は読み上げてもいい？住所読み上げたらもっと大量にお肉届く。あ、どうしよう。どうしよう。そうじゃん。お肉以外お魚も届くかな。いっぱい届くよね。本当に？振り仮名。電話番号。電話番号。パパのにしといたらやばいかな。いっぱい届くかな。電話番号、メールアドレス。パパのにしといたらやばいかな。え、全部パパの名前にしとこうかな。でもそしたらパパ自分の荷物だって思うかな。え、でもそっちの方が安心ですよね。そうしよう。ごめんパパ勝手に名前使うね。まあいっか、なんでもいっか。なんでもいっか。 iPhone15 も届きそう。やった、いっぱい届くかな。 iPhone15 いっぱいはいらない、一個でいいや。配達希望日時、夜であればいつでもいい。夜であればいつでもいい。だって夜であれば誰かはいる。記録もつかない。これ件名とか必要事項を申し込みの上、期限内に下記メールアドレス宛てに送信してください。件名とかいらない？いらないか。メールアドレス。あっと。このメールアドレスは読み上げても大丈夫。ここの企業さんのあれだから。メールアドレスだから。いや本来いつものなんかあのショップサイトみたいなやつだったら、そのサイトがあるんですよ。入力するサイトがあって、これこれこれっていうのなんですけど、なんかここのサイトはメールアドレスだった、メールだった。ちょっとめんどっちい。まあ肉が届くからいいや。ちょっと待って、どうしよう。でも確かに油が多いとちょっとあれか。じゃあ赤身にしよう。赤身は MA 商品番号。パパにもママにも聞いたのに何も来ない、連絡返ってこない。何やってんの。だから赤身にします。
ッケー、送信。ちょっと待って、商品番号だけもう一回、お客様 ID とめっちゃ確認しちゃう。パパの意見も聞いて、だってそう帰ってこないんだもん、連絡誰からも。だからもう送っちゃ、送っちゃった。だって23時までにしとこうと思って忘れてるのが一番嫌じゃん。忘れて届かないのが一番嫌だから。送っちゃった。ということで、皆様のおかげで橋本家で美味しいお肉が食べれます。ありがとう。これは保管しとこう。明日一部きついよね絶対。みんな、私もきつい、ごめん。選抜だったらそんなことはない、ごめん。本当に私もきつい。頑張って朝起きよう。そうで、あ、さっきあれされたと思うんですけど、告知されたと思うんですけど、AKB48 調査隊がですね、あと明後日の13時半から放送になります。イエーイ。はい、あのロケ第1弾、この間したよねっていうロケ第1弾がやっと放送になります。嬉しい。本当にいろいろな美味しいお店を巡らさせていただいて、あのしっかりと応援させていただいてきましたので、本当どれも美味しいお店、本当に美味しくて、ですごい楽しいお店で、なんか私自身の聖地巡礼って結構富山がそれは多いじゃないですか。でもぜひその関東にねお住みの皆さんにはね、なんかやっぱなかなか富山に行く機会もないからみたいな、関東でのこう聖地巡礼ができる場所が一気に増えるんじゃないかなと思うので、ぜひ19日の放送を見て、ぜひとも、まあでも19日がねあれなので、握手会なので皆さん、だからぜひとも、見逃し配信 M キャスさんで見逃し配信があるみたいなので、そちらでも全然大丈夫なので見ていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ということで、ちょっと今日はねもうずっと僕隊をそうやってて、なんか午後らへん、あれ終わってから、美容院終わってからずっと僕隊やって、で僕隊やった後に途中からになっちゃったけど、定点映像を見ながら、今日の公演の定点映像を見ながらドボンやったりとか、あの歌の確認と立ち位置の確認とかしてたりしてたので、今日はずっと頭が僕隊なんですけど、今から僕隊カラオケします。イエーイ。やったね。ただただ発表の練習に付き合ってくださいって感じです。はい、ちゃんと充電もした。偉すぎピーマン、わっしょいわっしょい。
なんか今日初めて起こしたやばいかな、この曲なんかちょっとむずい、フリーが多い分むずい、自分の表現力求められてる感半端なくてむずい。どうしよう、枠変えるか迷う。でもさ、マジただ肉の話しかしてないから枠変えなくていいか肉をただ煮込む話しかしてないからいっか。あとインスタも更新した。そう、なんか珍しい、ハルピョンには珍しい感じのタコのインスタ更新したので、いっぱい見て、あ、いいねしといて、コメントもお願いします。そう、なんか顔のインスタじゃないといいね減るんですけど、やばい、今日美容室に行った動画がもう美容室の方のあれ動画上がってるんですけど、私がずっと携帯触ってる なんか最近これにハマってる、この髪型にハマってる。ハルピョンさん嬉しい、可愛いって昨日言ってもらえて、最近めっちゃハマってる。こっちとこっちに三つ編み垂らすやつ、今日もお仕事あってやっちゃったそう、でもそんなこと置いといてカラオケしよう。なんだっけ、僕のたい、てか公演の曲ってあんのかな、ここに。まあいいや、やってみよう。最初ドリーミングガールズ、なさそう。ドリーミングナウ、ドリーミングない、最初からない、そりゃそう。ランランランもない。あ、もう何もできないじゃん練習何もできないじゃないか。ランランランの次なんだっけ、未来の果実、ミニスカート、未来は目にしみ、未来が目にしみる、はい、ない。あ、もう何にも、え、本当に言ってる、すっご、練習させる、あれなさそう、練習させる気なさそう、このカラオケさん。ビバハリケーン、もうビバハリケーンはもう練習し、もうめっちゃ完璧、何どれより完璧、歌割りだけ不安バビ
バビハヒパナマ運河、光と影の日々、ひと夏の反抗期。あ、ビバハリ系もないんですね。で次、もう終わった。パパから連絡返ってきたけど、もう終わったからもういい、無視しようもう遅い、もう送っちゃったもん、もう送っちゃったもん。アイドル、あ、やばい、言っちゃった。いいか、ない。レイダウンとか絶対ないでしょ。はひひひバケー、引っ越しました。ビーガーデン、あ、ない、やばい。次、竹内先輩とか、もう絶対ないやん竹内先輩デジャブ、そんなこんな。え、ねカラオケって何？デッサン、デジャビュー、チーム坂、竹内先輩、え、なさすぎない？誰が私を立ちつてと、正義のずっとずっと、なんだっけ、デジャブ、そんなこんなもないでしょ。もう終わったあれ、私今日何しようとしてるの？ねえ、カラオケない、一曲も、一曲もない。一曲もない。夕日を見ているか、マジワンハーフだし、私にとって。え、未来の果実もなかった。どうすんの？夕日ワンハーフだからもう途中からなんだよね。夕日ビンゴ、僕の太陽はもうこの間歌ったし、そこら辺より他の曲の歌詞の方がやばいのに全然覚えられない。もうなんでもうなんで企画倒れ。企画倒れしてる。え、そうなんだ。なんかツイッター開いたら2月24日になったんだって。オリジナル初日公演、まあそりゃそうだって何も、まあそこまで、まあね、ギリギリに、なんかほんとギリギリに始まって、なんか急に始まって全然踊れないよっていう状態で皆さんに見せるよりも、完璧にちゃんとみんなできるよっていう状態で見せた方がみんなもさ、入るの楽しみって思うだろうし、だから2月お待ちください。え、未来の果実なかった、調べたよ、ちゃんとタイトルでも調べた、ない、もうだから何もない、僕の体悲しい。なんですぐ発表するの、早まっちゃうんだ。え、でもみんなは早く知りたいでしょみんなはみんなでどうせ早く知りたいんでしょ。
ってなったら早くみんなに伝えた方がいいと思って、やっぱ運営の方々もきっといやできますかね、まあでもみんな多分早く皆さんも知りたいと思いますし伝えましょうってなるんじゃない結果延期だけどしょうがない、待ってて、私は多分出るからいつか2月24以降だけど、2月24に出るかはまだ決まってないけど2月24以降のいつかには出るので、なんか出れない、そのもう卒業しちゃってて出れないメンバーもいるじゃないですか、この今の発表ってなったら12月8日からだったら出れたのにっていう人もいるじゃん。でも私は出れるから、卒業だから2月、だから待ってて、延期されるから墨体できるようにしたってこと。いや全然違う、普通に墨体はずっと覚えようって思ってた、覚えたいっても思ってた。でもなかなかやっぱ武道館だったりとかいろいろあって覚える時間がなくって、そう武道館終わって落ち着いたから覚えようって、そう11月は絶対出ますっていうの決めてたら、なんか11月もっと忙しかった、 iPad が手放せない。橋本春の卒業発表はいつですか、だからしないって言ってるんですけれども、やめてもらっていいですかしません、今はまだしません、なので勝手に卒業させないでください。なんか文脈的に卒業してほしいのかなってハルピョンは思っちゃうんだ、だから気をつけて、一生ではないですよ、いつかはそりゃ、はい、でも今は頭に何も浮かんでない、いつ卒業するとか、うん、なんかやっぱこう卒業メンバー卒業発表を誰かがすると何かそういう話題になっちゃうし、やっぱり選抜じゃないからこそ卒業するのってよく聞かれるしそう、嫌だよ、これみんな音聞こえちゃってるのか、めっちゃこれゴールデンベッドタイムは会いたくないんだよね、うん、申し訳ないけど、でも音ないと私分かんないんだよねそう、今日めちゃめちゃカラオケ配信する気満々だったのに、じゃあもう配信やめて僕とやろう、練習しなきゃ、うん、ちゃやる気満々だったんですけど、いや明日握手会の服ね、今宮さんと婚約しましたなら覚悟しましたが、今宮さんはもうあれしてるんですよ、結婚してるんですってはい、なので今宮さんとだから私はずっと言ってるんですけど、本当スポーツ選手となんかできない
恋愛を絶対。だって食事無理、作れない、ハルピョンご飯作れない。だしプロ野球選手とか本当にプロになって一軍とかになったらもうずっとみんなじゃない、ずっとどっか行ってるわけでしょ。そんなの耐えられない。そんなの耐えられないよハルピョン。これでさ何十年後かにさ蓋開けてさスポーツ選手と結婚してたらめっちゃおもろいよね何十年後かに「いやおいおい」みたいな「おい橋本」みたいな「あん時の言葉は嘘なんかい」って思いますよねあおめでとうっていう。超おもろいやんそれ。今日さ。今日さ美容室に行って帰ってまあ電車で爆睡しちゃった。口開けて寝てた。うちマジはずい気づいたら口開いてた怖くない？うん。そう。なんかダッシュだったからもう走ったのね。そのこの電車に乗りたいと思って。そしたらもうその乗った瞬間にもうここがさ。マスクしてたんですけど蒸れてるからもう暑いと思ってちょっと一回外してたのね。そうでそのままこう僕隊の映像を見ながらこっちの手右手でドボンこうやってしながら星気づいたら寝てた。そうめっちゃ恥ずい。乗り過ごしとかはしてないからいいんだけど。そう。デジャビを見ながら、あ、じゃあレイダウンだ。レイダウンを見ながらこっちでドボンしてたら寝ちゃってた。マジ爆睡。え、ほんと気持ちいいぐらい寝た。でもそうまだ寝たいけど寝足りないけど、いやここ数日のいろいろななんて言うんだろう
疲労が溜まってるもう本当に今日って低気圧ですか？てかマジそれ電車乗り過ごさなかったのすげえマジ自分拍手したい。一駅前で起きた。低気圧だから多分眠かったのかもしんない。上司に今日低気圧だからってヤクルトもらった？低気圧で具合悪い人いる。はい。橋本。眠くなるし。これ3日前 ?2 日前 ?4 日前 ?4 日前とかもめっちゃもうずっと眠かったの。一生眠かったんです私3日前4日前。本当に一生眠かった。やばい。睡眠不足かな。マジでもうなんか本当に眠かった。でもしょうがない、ドボンもやんなきゃだし僕隊もやんなきゃだからもうしょうがない。一生だって毎日12時に寝てるもんね。12時過ぎてからお風呂入ったり寝たりしてるから一生しんどい。でもちょっとねここ21日まではちょっと本気で僕隊をガチで頑張んなきゃいけないっていうのがあるのでちょっとそっちに一旦集中しつつ、でもこのボーナスタイムとかゴールデンベッドタイムはちょっとドボン頑張りつつって感じ。眠すぎてふらついたり頭痛くなったりしてる。あ、一生そうだから大丈夫うん、一生そう、ほんと一生貧血。安心して。安心してはやばいか。低気圧、低血圧なんです私ほんとに。びっくりするぐらい。明日は12月下旬並みの寒さ。でもね大丈夫私もう。ドボンはゴールドパス入ってない人2週間無料なので。そうなの？あと2週間ぜひだって。そうなん？やばいやん。最近ドボン始めましたみたいな人みんなじゃあ今この2週間入るべきってこと？なんかゴールドパスって何ですか？みたいな方で、へーみたいな、知らないみたいな、最近本当に最近ドボン始めましたって人、ゴールドパスぜひ無料らしい。あ、ここだけの話ね。確かに。へ、すっごい。そんないっぱいいるよね今回のドボン始めて始めましたみたいな人。
全然終わんないこの対戦、早く終わって早く終わって、回っていこう回っていこう。そうなんだ、無料が嬉しい無料期間無事終わりました。初回2週間無料、よっしゃよっしゃぜひ、いい情報聞いたわ。あ、眠たい。もうスタンプ押しマシーンになってる、やばい眠すぎて。でも明日早いよね、朝何時、9時からでしょ握手会は。で幕張ちゃんだから、あ、皆さん分かんない、使う人いるか知らないけど、山手線使う人たち気をつけてくださいね。明日なんかダイヤっていうか、なんかよく分かんないらしいんで気をつけてね、みんな。気をつけて。土日どっちも出すです、出す気をつけて。やばい、どうしよう。何がやばいって、明日早い。何時に起きるんだろう。だってメイクしなきゃいけない。あ、よかった、さっき送ったお肉の会社からメール届きましたよって。来た。何着よう明日服何着よう。寒いんだっけ明日。16度。
私明日自主練何時までって言ってたっけ。あ、夕方ぐらいまでか。どうしようかな。デジャビュー、次の瞬間が来ないことをデジャビュー、懐かしい時ボーナスタイムになったから音大きくする。でもほんととりあえず国体頑張る、あと4日、だからドボン、マジ全然、しかも 8の回数も抜かれたし、もうこの2日間ぐらい本当にできなくて、でも何より今第一優先は僕隊だと思ってる、自分の中で。こんだけドボンやろう、こうドボンだーってなってる私でさえも第一優先は今僕隊だって思ってるから、ちゃんと偉いだから当たり前だけどね。これで僕体おろそかにしてたらやばい。また今日もギフト読むの忘れてる。うちサンズアンアクバイクさん、マジカナバナナちゃん、直吉さん、オーテックさん、ナベちゃんさん、 MS さん、シンヤさん、ショウショウさん、レッシーさん、アワレさん、アキさん、マックミックさん、一乗寺ヒカルさん、ありがとうギフト、ありがとう。ドアップ今日まつげマスカラ少なめにしてある。今日アイライン長め、めっちゃ上手に引けた。ハート1個しか描けるの忘れてた。でもね、昨日使ってたファンデーションと今日使ったファンデーション変えたんですけど、昨日の方がマジ何あのあれいい。だから昨日のファンデーションはめっちゃ高いファンデーションを使ったんですけど、やっぱりいいやつって高いんだねいいやつって高いんだね。いや明日私何時起き？でも書かないと分かんないんだよね、こういうのって。うちこの時間だからみたいな。あ、配信は夜やる。明日はメイク終わるかな。もちろん高いやつがいいかは分からないけど、いいやつが高いのは確か。待って、メール送ってない。
送ってます。ドロースリーいっぱい来た。最悪ピーマン。なんかさ、ここ最近のさ自撮りさ全部さバーストしたんだけど、ここ最近の自撮りさ全部さまだ情報解禁前のやつばっかだから載せられなくてつらい。さかのぼんの大変。あ、握手会なんか残りわずか出てるらしい。12月の24の7部だったかな。ありがとうみんな、残りわずかが出てます。24日の7部で、24日が全体的に残りわずかまでもう少しみたいな、結構少なくなってきているので、ぜひおすすめです。あ、やっぱりまたドロースリーいっぱい来た。つら。なんか最近電波弱めみたいな時多いじゃないですか。なんか移動したりとかしてる時だ、さっきも言ったけど電車の中でやったりとか、やってる時、あの美容室でもそうなんだけど、やってた時とかが基本電波悪いので、そう、申し訳ない。あ、バースト。バーストさせられた。また明日は他ね、ロケバスとかもあんまり電波がやっぱ良くないことが多かったりするので、今メール送られてます。待っててください。頑張ってくれてます。よし、 OK。 明日のスケジュールを確認します。この時間にこの場所についているということは、私は明日は何時に起きなきゃいけないのでしょうか。ズン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 。え、間違えた。出発じゃない。到着がこの時間。これにしよう。めっちゃ早いじゃん、朝起きんの。待って、メイクしなきゃいけないでしょ。メイクそんな5分10分で終わんない。明日髪の毛でも、だってドボンしなきゃ。出してくれないし。
や、アイシャドウは最悪、移動の車の中でできる気がするので、あとついてから、会場ついてからでもできる気がするので、下地と眉毛だけやっていけばいいから30分で終わる、下地と眉毛って考えたら、それでも早いよ。ズボンがなければもう寝てた。めっちゃ迷ってる今。いや、わかった。今日いい男にして。まずもう配信終わってメイク落としてお布団の中でドボンやろ。で寝たら寝ちゃった、寝ちゃったら寝ちゃった、寝なかったらよかったねってことにしよう。そう、今日はそれでいこう。メイク落としてとりあえずそれでいきます。だって12時からはできないってみんな思ってるし、どっちにしろ。だからバイバイになってなくても許されそう今日と明日はそれで行こう。だってみんなが差をいっぱいつけてくれてるから、そう、絶対に1日2日じゃ多分さすがにひっくり返らない差だと思うの。1日2日私が全然できなくても、だってそれこそ昨日とか一昨日がそうだったように。だからちょっとこの僕隊終わったらマジまた本気で頑張る人間発動するとして、ちょっとみんなに、みんなを信じようと思う。全然やんないわけじゃないよ、もちろんやるよ、ちゃんと。うん、ただ僕隊の方もやばいから、あ、待って、間違えた、一人でドボンしようとしちゃった危ない。そう、僕隊の方もやんなきゃやばいから、感じかな。とりあえずドボンしながら僕隊見ながら寝るわ。したら寝てそう。いや、なんかみんなが、あ、間違えた、ダイヤじゃない間違えちゃった。え、でも怒らない？え、ハルピョン全然やってないじゃん。だからもう俺もやるのやめるわってならない？みんな。ハルピョンやんないんだったら俺もやらないわって。いや、でもまあそんなやわなピョンズじゃないって信じてるそんなピョンズはそんなことでは怒らないって信じてるし、なんならうちのファンじゃない人は、いや、ドボンやる前にお前僕隊やれよって思いそうだから私だけがこんなにどっちにも、どっちにも焦ってる、焦ってそう。自分だけがこんなに焦ってそう。まあ焦ることはいいことだよ。どっちも必死になってるってことだから。
00563だるま、ありがとう。とりあえず配信終わってメイク落として歯磨いて僕隊の映像を見ながら、ピョンムービーもだから先にあれしますね、乗せちゃう。もういつものドボンツイートも先に乗せちゃう。お布団入るときに乗せちゃう。これで全然さ、ツイッターの乗らなかったらおもろいよね。よし、ランキング山。ひろひろさん、ハートありがとう。旅人 DX さん、赤だるまありがとう。焦っても良くない、いいけど良くないよね。なんかさ、こっち、あー間違えたな、7じゃなかった、7じゃなかった。あいや、ミスった。ちょっとボンを誘い込もうとしてるんですよ私は。そうミスった。ということでランキング読みます。1位鉄道の8、あと16魂、明日明後日どっちも握手会行きます、待ってます。2位サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位アシュラ、あと明日の握手会楽しみすぎて寝られない、やばい、待って、あれしなきゃ、着る服決めなきゃ、うち明日裸だ。4位直吉さん、ありがとうございます。5位くじの大吾さん、ありがとうございます。6位トラックやろうあとゴリさん、ありがとうございます。7位山内さん、ありがとうございます。8位マックミックさん、ありがとうございます。9位イバジュンさん、ありがとうございます。10位マチャルアット、明日は初めての握手会さん、ありがとうございます。11位鉄、あれ9位読んだ、9位イバジュンさん、10位マチャルさん、11位あれ合ってるか、11位鉄やとハルピョン大大大好きさん、ありがとうございます。12位レタスチャーハンさん、ありがとうございます。13位オーマサート015さん、ありがとうございます。明日と明後日どっちが寒いんだろう。みんなありがとう、ランキング聞いてくれ。あ、明後日の方があったかいんだ、明日の方が寒いっぽい。いいじゃん、明日あったかい格好しよう。で、明後日ちょっと涼しそうな格好しよう。涼しくはないけど。おやすを着た、あ、嬉しい。ということで
それではこの後ちょっとメイク落として僕隊の映像を見て寝ます。うちさ、マフラーここにあるってずっと思ってた場所にさ、この間マフラー使おうと思った時なくってさ、絶対ここにあると思ってた場所があったの。そう、どこマジでどこ、今困ってる。手袋はあるの、去年ファンの方にいただいたやつがあるんですけど、マフラー絶対ここにあると思ってた場所になくなってる。まあいっか、また探すわということでありがとうございました。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6186人の皆様に、間違えました、86盛り上がりの皆様に切ってきてお届けしちゃ、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それではおやすみ、明日も夜配信するね。僕隊の練習、明日は握手会、そして僕隊の練習頑張ります。それでは皆さん握手会でお会いしましょう。ありがとうございました。またね、バイバイ。